青春ファンタジア、菊池桃子、あなたと星の上で。懐かしかったんです。桃子さんはこういう懐かしいものを残してますかっていうお便りなんですけどね。続けてもう一枚似たのをね見つけたんです。目黒区の富田義和くん、大学4年生22歳の方からです。桃子さんこんばんは。また蚊がブンブンの季節が、やってきましたが、この前山梨の方に行った時に懐かしいものを見つけてしまいました。なんとそれはあの由美かおるさんの蚊取り線香の看板です。雑貨屋さんの店の壁に、貼ってありました。まだ小学生だった僕は綺麗な足を見てドキッとしたものです。桃子さんはこんな懐かしいものの思い出ありますかっていうことですけど、私の場合ね、まあ一番好きだったのが、まあ漫画で言うとマジンガー Z、 それから、バビル2世とかデビルマン、あとマッハ55。これはね、さっきスタッフに言ったらね、桃子の年だったら再放送じゃないのって言われたんだけど、でもね、すごくね、小学校3年生ぐらいの時かな、あのクラスで班を決めなくちゃいけなくてね、1班2班とかそういうのじゃなくて、みんなね班ごとにね名前をつけなくちゃいけなかったのね。でね、うちの班ってマッハ55ってついてたの覚えてますからね。それが小学校3年生だったのね。あとはひょっこりひょうたん島、これはねかなりちっちゃかったんだけれども、うちにレコードがあったもんでね、この曲が大好きでね、ひょっこりひょうたん島っていうね、これが大好きだったんですけどね、お兄ちゃんと二人でねいつも歌ってたの。それからあと物でねとっても思い出に残っているのが、あのローラースルー55ってみんな知ってますかね。あんまり覚えてない人いるみたいなんだけど、あの足で漕ぐやつ、三輪車みたいのになっててね、足であのギーコギーコ漕いで進んでいくやつなんだけど、あとはねなんて言っても流行ったのがね、小学生の頃コカ・コーラボトラーズのあのヨーヨーね、すごく流行ったんですよね。あとねスマイルバッジとかね、あと女の子ですからリカちゃんセットなんかフルセット持ってましてね、リカちゃんハウスからリカちゃんキッチンからね、もう全部持ってたの。お母さんもいたし、渡るくんもいたしね、あのリカちゃんの双子の兄弟もいたしね。それからねすごくね悲しい思い出もあってね、あの私が幼稚園の頃にタイガーマスクが流行ったんですね。で、もう私たちにとってはもうタイガーマスクっていうのはもう憧れの的だったのね。強いし、あの正義の味方だしね、子供たちに優しいしね。でね、そのねタイガーマスクのね、あのベルトがね、ガムのね、あのパッケージをね5枚集めて送ると抽選でね、タイガーマスクのベルトが当たるってね、テレビのコマーシャルでやったんですよ。でそれも見た時にはもう兄とは興奮しましてね、なんか自分たちがまるでタイガーマスクになれちゃうような気がしてね。でうちの母が一箱ガムを買ってきたんです。で当たりくじが出ないとそのパッケージダメなんですね。だからうちの母がガムの箱をね何十個入りっていうのを一箱買ってきてくれて、それでね桃子の名前とお兄ちゃんの名前でね送ってくれたんです。でね、1ヶ月くらい待ってね、お兄ちゃんのしか来なかったの。菊池光一様ってね、それしか来なかったの。で、やっぱり、もうこう、ちっちゃかったけど、すごいショックだったのね。で、うちのお兄ちゃんが、お兄ちゃんも子供だからね、思いやりなんてなくってね、これはお兄ちゃんのだから、もうここには貸せないってね、言われたの。で、すごく悲しくってね、すごく泣いてね、で、お兄ちゃんがいない時にね、それをつけたりして、お母さんに写真撮ってもらったりして、で、お兄ちゃんがいる時は絶対にそれに近づかなくってね、そんな思い出ありますけれどもね、あんなにケチだったお兄ちゃんも、立派に成長して、今はとっても優しくなりました。今日帰ったらまたね、お兄ちゃんを責めてみたいと思います。皆さんも何か、身近なことで起こったこと、なんで多いですからね、ぜひ私に教えてください。では、ここで宛先を、郵便番号 100-87 日本放送青春ファンタジア菊池桃子あなたと星の上でお便りの方にまでです。どうぞ、おはがきください。あ、前頭葉の肥やしなり、ロシアの文豪コモモチキクの言葉、悩めるナンジラを救う僕らはみんな生きている。まずは千葉県市川市の高木博文くん、小学校5年生の男の子からのお便りです。僕は
小学校5年です。いつもタイマーを使ってカセットでこの番組を聞いています。今日の僕の悩みは、クラスの一人の女の子が僕にいたずらばっかりするんです。筆箱のシャーペンを取って隠したり、掃除の時雑巾をぶつけたりします。この前なんか無視してたら髪を引っ張ったので僕は泣きました。その子のいたずらをやめさせる方法はないんでしょうか。これはね、きっとね、その女の子がひろふみくんのことを好きだからいたずらをしちゃうんじゃないかなってね、思いますね。ちっちゃい頃ってなんか恥ずかしくって、その気持ちがなんか裏腹になってね、いたずらしちゃったりとかね、それってね、きっとね、この女の子の初恋なんじゃないかななんてね、思いますよ。ひろふみくんは今これをカセットでまた聞いてると思うんですけどもね、大丈夫。そういうのってきっとね、小学生のうちだけだと思うんですよね。高校だ、中学生になったら結構なんか制服も違うわけだから、男の子と女の子っていうのがはっきり分かれてね、でだんだんそういういたずらみたいのもなくなるんじゃないかなってね、思うんだけども、今度その女の子にね、聞いてごらん、僕のこと好きなんでしょうってしたら、その女の子も恥ずかしくなっちゃってね、そんないたずらしないかもしれないですよ。そこでもしも言った瞬間に引っ張たかれても、でもそれはまた好きなのの裏返しということでね、これはそんな深く考えるね、ああそうか、そういうこと言ったらいけないのかな、まあなんていうかな、ちっちゃい頃のそういう思い出ってきっとね、大きくなったら楽しい思い出に変わってると思うんですね。だから心配しないで、中学生になるまであと2年ですからね。では、ひろふみくんに送る言葉。私にもそんな時代があった。では、次は名古屋市の真剣に怒っている OL さんからのお便りです。私、23歳のももこさんより3つ上の OL、年上の人からの悩みの相談に戸惑うかもしれませんが、ももこちゃんぜひ答えてください。実は、うちの課長、飲んでカラオケに行くと必ずピンクレディの UFO を振り付きで歌います。私、入社2年目でもう20回以上見ています。いい加減飽きました。ももこさんもちっちゃい頃よくやったそうですが、そんなに気持ちいいんでしょうか。私、辞めさせたいんです。こういうことですけどね。お社長と一緒に、課長と一緒に、カラオケに行った時にね、ピンクレディの UFO を見るのが嫌だったら、課長が歌いそうになった時にトイレに行けばいい。それから、歌の前に、